はい、今回はですね2020年初ワークマンできました購入品紹介したいと思います。今回はエプロンの方とですねインナーソックスの方を紹介します。はい、それでは紹介していきたいと思います。オンラインストアの方でですねまずチェックしていきたいと思います。まずワークマンなんですが、いろんな服あるんですけど、まあ、エプロンも売ってるんですよね。で今回は、何かいいエプロンないかなということで行ってきました。でですね、いろんなエプロンがあります。このような感じでいろんなエプロンがあるんですけど、今回ちょっと気になったのがデニムのエプロンとこちらの方ですね。はい、こちらの方です。アウトドアエプロンで、こちらの方購入いたしました。でこちらの方は、どういうものかと言いますと、通常アウトドアとかガーデニングとかで使うような感じのエプロンなんですが、まあ、自分の場合は料理をちょっとするので料理用にっていうことで買いました。で綿 100% で使い込むほどに体に馴染むということで、素材の方は耐摩耗性生地使用、耐摩耗性生地使用ということですね。で、まあ、ポケットの方なんですが、お腹周りの方に大きなポケットが3つついてます。こんな感じです。非常に大きな感じ。あと胸のとこ、ごめんなさい、中ですね、この中の方にこういう感じの大きなのと、胸の方にもポケットが大きいのがついております。全部で4つポケットが大きいのがついてるっていうところがちょっと気に入りました。あとはちょっと横なんかもちょっと広めですし、ゆったりしてるのでなかなかいい感じじゃないかなと思います。こうですね、横は結構広いです。で本当にこの今これクリックしますけど、デニム生地ですね、こちらの方と迷ったんです。こちらも、まあ、400ちょっとということで非常に安かったんですが、まあ、1500円の方のアウトドアエプロンを購入しました。もう悩んで悩んで高い方買っちゃいました。ちょっとこのアウトドアエプロン今着てみますので、どんな感じか見たいと思います。はい、つけてみます。左のところに首の長さ調整するのと、後ろですね、後ろの方で締めるようになっています。まあ、見た感じ本当にしっかりしたエプロンですね。着た感じもキュッと引き締まっていい感じです。使い込むほどに体に馴染むっていうのがなんとなく、もう1回着ただけでなんとなくわかりますね。ポケットもあります。大きいのがお腹周り3つ、胸に1つと、で後ろこんな感じです。はい、こんな感じです。で、まあ、自分の方は身長が178なんですが、丈の方がこれ96ありました。でこれスマホが真ん中に大きいのが入ります。はい、横にも大きいのが入ります。左右ですね、はい、1,2,3 箇所と胸のポケットにも大きいのが入ります。で4つエプロン、4つのポケットがエプロンについてるってことで、何か外で作業してる時なんかでも入れやすいですし、まあ、スマホを入れながら料理したりだとか何かする時も、まあ、大きいと便利かなと思います。ここで調整ですね。長さちょっとだけ調整します。こんな感じです。どうでしょうか。これで料理とか作りたいなと、インドア派なので料理とか作りたいなと思います。まあ、真ん中にオールウェイズとロゴもありますね。はい、両方今入れてました。はい、こんな感じでございます。
料理作るときは着るのを忘れないようにエプロンをつけたいと思います。はい、続きまして2品目なんですが、インナーソックス、フェルト風インナーソックスっていうのを購入しました。値段の方が350円ということですね。まあ、ルームソックスと言いますか、インナーソックスと言いますか、軽くてあったかいと、肉厚素材っていう感じでやってます。これですね、靴下履きながら履くのもいいですし、そのまま素足で履くのもいいと思うんですよ。で、素足で履いた場合はやっぱりちょっと先っぽはスリッパ履いてると大丈夫だと思うんですけど、足首のところが結構冷たい、冬なんか寒いと思うので、これですと足首までしっかりと履けますので、まあ暖かいと思います。今も履きながらこれ編集してるんですけど、本当に暖かいですね。いい感じです。こういうブログの方なんかでもこう紹介されてるんですよね。まあ、足首までしっかりとガードしますので暖かいと思います。まあ、非常に軽くてですね、ふわふわとした感じですね。この生地が、縫い目がフラットな感じでゴロつかないという感じです。足元がですね、ポカポカですね。まあ、冬には欠かせない、もう一回履いちゃうと、もう次からこれ履かないとダメな感じですね。あったかいです。これもちょっと履いてみたいと思いますね。ちょっと履いた感じどんな感じなのか一回やってみたいと思います。はい、今から履きます。まあ、靴下履いたままですが、ちょっと履いてみたいと思います。はい、こんな感じです。これサイズ L サイズです。 M と L と LL とありましたが、店舗の方には L サイズも2着ぐらいしかなくて、1個買ったらもう残り1個になってました。まあ、人気があるでしょうね。こんな感じで室内で履きます。裏はこんな感じです。こういう感じで足首までしっかり入ってます。これも履いた感じなんですけど、なんとなくなんですけど、あの有名なネズミさんのアニオみたいな感じになってませんか。これこんな感じで、なんとなくですよ、なんとなくですけど、可愛い感じがして、足がポカポカしていい感じです。こんな感じです。あ、レオ君がレオくんが登場しました。レオくんチェックですね。これレオくんチェック、くん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 って感じです。何を履いてるんだと。レオ君もずっと気にしてますね。なんだろうこれと。いつもこういうの履いてませんので、何履いてるんだって感じでしょうね。本当にあったかくポカポカしてます。もう今年の冬はこれずっと履きましょうかね、家で。レオ君がずっとクンクンしてます。はい、ちょっと立ってみます。こんな感じです。はい、後ろこんな感じです。はい、やっぱりなんとなくなんですが、似てませんか。少しちょっと可愛いですね。これはこんな感じで、なんとなくですが、ごめんなさい、似てるような気がします。レオくんきっとどうしたんでしょうね。これ足首までしっかりあったかい
カードしてありますので、いいですね。これで350円税込みでした。お買い得かなと思います。歩きやすくてすごくいい感じです。今年の冬は活躍しそうです。ということで今回はですね、エプロンとミッキーのインナーソックスを購入しました。ありがとうございました。